あなたは普段どんなお茶を飲んでいますか？最近では緑茶より味がマイルドで栄養価が高く、カフェインが少ないお茶として玄米茶が注目されています。今回は玄米茶の美容健康効果を5選ご紹介します。玄米茶の美容健康効果5選。1、血圧を下げ高血圧を予防。玄米茶にはポリフェノールの一種であるカテキン、お茶の旨味成分であるテアニン、アミノ酸の一種、ギャバなどの有効成分が含まれています。これらの成分には共通して血圧の上昇を抑制して高血圧を予防する働きがあります。特にカテキンは玄米茶のような発酵させていない茶葉ほど多く、ウーロン茶やプーアル茶、紅茶といった発酵茶よりも多いのが特徴です。2、カテキンの抗菌殺菌作用で風邪予防。玄米茶の茶葉に含まれるカテキンの働きにより風邪の予防にも働きかけます。これはカテキンには抗菌殺菌作用があるためです。またお茶をこまめに飲んで喉に張り付いた菌を流すことも風邪やインフルエンザの予防に有効なのです。その他カテキンは虫歯や口臭予防にも有効で、抗菌殺菌作用は食中毒に対しても有効だと注目されています。3、コレステロール値や中性脂肪を抑制しダイエットにもつながる。玄米茶には生活習慣病の予防改善やダイエット効果も期待されています。玄米茶に含まれるギャバにはコレステロールの増加を抑制する効能があるので、動脈硬化や糖尿病などの生活習慣病の予防に有効です。またギャバと同様にポリフェノールの一種であるガンマオリザノールも生活習慣病の予防に優れ、肥満や糖尿病の予防に効果があると注目の成分です。さらにカテキンには悪玉コレステロールを減らし脂質の吸収を穏やかにするといった働きも持っています。このように玄米茶のコレステロールや脂質の増加吸収を抑える効果はダイエットにもつながると期待されているのです。4、抗酸化作用でアンチエイジング老化予防。玄米茶に含まれるビタミン A やカテキン、タンニンは抗酸化作用を持っています。抗酸化作用には老化の原因である活性酸素を抑える効能があるので、アンチエイジングや病気の予防に効果的です。また肌の老化のたるみやシワ、シミなどの予防にも注目されています。このように玄米茶には若々しさを保つために必要な成分がたくさん含まれているのです。5、リラックス効果月経前症候群 PMS の憂鬱感の改善。玄米茶は心身をリラックスさせ月経前症候群 PMS の憂鬱感の改善にも有効とされています。テアニンが脳の興奮を抑え緊張を和らげ、ギャバや玄米茶の香りがリラックス効果を促します。そのため玄米茶はストレスなどで高ぶる神経やイライラを抑え心身の健康をサポートしてくれるので、精神面の改善に役立ちます。玄米茶の香りを引き出すには高温のお湯で手早く入れるのがコツです。以上、いかがでしたか？普段お茶を飲んでいる人は多いと思いますが、カフェイン量が少なく玄米の香ばしい香りのする玄米茶は本当におすすめです。値段も安く飲みやすいので、ぜひ常にパックのストックを用意しすぐに飲めるようにしておきたいですね。